なんか最近そのメタバースとか、あと、ブロックチェーンもそうですけど、そういうのってこのコロナ中に勉強した話ことなんですよ。でも会社のやつら全然知らなくて、でコロナの間に勉強した、そのコロナって今まだ流行ってますけど、流行っていうか新しい種が出たみたいですけど、コロナの時に勉強したことが今役に立ってはいますが、メタバースとかっていうことをツイッターとかで話した途端に、そちら関係の方からものすごいいろんなものがやっぱり来ますね。でもそれは全部本当だとは思ってないですよ、僕。基本的にあまりなかなか信じないタイプなんで、でも信じたら信じちゃうんで、割と簡単に騙しやすい、騙されやすいんで、騙しやすい人ですよ。